こんにちは、アムです。今回はステンドグラス帽子を編みます。こちらが色違いです。実は前回このハニカム帽子を編んだ時に色違いで同じ編み方でこれを編んでみました。全く同じ編み方なんですけども、でなんかとてもステンドグラスに似てるなと思ったので、ちょっとここのまん丸くなっているところを長細くしてみました。この方がちょステンドグラスっぽいかなと思って編み図を少し変えてみました。編み方はだいたい前回のハニカム帽子と同じですけれども、一応初めから説明していきたいと思います。まず使用する糸はムーミンのムーミン太郎1玉100g225m の糸とオパールのぽっちゃりくんです。こちらは1玉100g280m です。だいたい同じぐらいの太さなんですけども、こちらの方がちょっとだけ太くなってます。で、私は同じぽっちゃりくんで黒もあるのでそれで編んでもいいんですけれども、ちょっとこの辺を枠をしっかりさせて、で真ん中をふわりとさせたいと思ったので糸をメーカーを変えてみました。で使用する針は輪針が4号です。そしてまずこちら編み始めが鎖編みを作って編み始めて28段編むんですけど、編み図はこちらですね。28段編んで、そしてハニカム帽子ってやった時と同じように2つ折りにして、ここをダブルにして、そしてこちらは1本取りで編んでいきます。なのでまず最初鎖編みを120目編むんですけど、ここが黒で始まりますので、黒と反対色というか黒が目立つ色の糸を選んでください。種類は何でもいいです。そして4号で編むので少し太めに編みたいので6号のかぎ針を使って鎖編みを編みます。ここから120目8の倍数で編んでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10とこのくらいゆったりしてると後で拾いやすいです。でこちらが120目編んだものです。120目編んだら輪針で鎖のこうずっと編んできましたので、ここが表ですのでひっくり返して裏山のポコ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 ってなったところに針を入れて、でこれで1目2目3目4目5目6目こんな感じで目を拾っていきます。 こちら側鎖が残っていて、裏山にこのポコポコポコとしたところをすくって、こういうところをすくってずっと編んでいきます。編むというか目を拾っていきます。そして120目拾いましたら置いてみて、鎖が
内側になるように、あ、表の鎖が内側になる、なるようにこうしておいていって、でよじれがないかを確認します。でよじれてなければ、ここから1段目を編んでいきます。で初めというか2目ゴム編み段でいきますので、表表裏裏、表表裏裏といきなり編んでいきます。なのでまず最初表ですので、左側から針を入れて糸をかけて引き出します。で次の目も表ですので、左側から針を入れて糸をかけて引き出します。で次は裏ですので、編み糸を手前にして、で右から針を入れてかけて引き出します。で右から針を入れてかけて引き出します。次は表が2回です。表表裏裏、表表裏裏、表表裏裏、これで一周編んでいきます。2目ゴム編みになっています。そしてこの作り目の糸は後でここの点線のところで2つ折りした時にしてから、この糸はほどいてしまいますので、このままにしてぐるっと編んでください。そしてちょっと編んでいきますね。1段目が編めました。そして次に2段目を移る時にこうぐるぐる編んでいくと、どこが始めか分からなくなってしまいますので、マーカーをつけておきます。そして同じように表表裏裏と2目ゴム編みで編んでいきます。で最初こう編んだ時にここが緩くなってますので、糸を引いておきます。そしてで表を編んで裏裏で、ここで引くことによってこことここが始めと最後がくっつきます。でずっと表表裏裏と編んでいって、でぐるっとしたらまた3段目も4段目もずっと同じように編んでいって、28段までずっと2目ゴム編みで編んでいきます。28段まで編みました。そうしましたら、これを編み地を2つ折りするんですけれども、この目が外れては困るので棒針編みのキャップで留めておきます。そして編み地をひっくり返す前に、あ、ここほどかなきゃダメでした。この作り目の鎖をほどきながら別の針に移していきます。でこの時もし4号があれば4号の方がいいんですけど、なければ3号でも大丈夫です。編むのではなくて目を外すだけです、移すだけですの でこの移し方なんですけど、これが作り目の最後です。でこれをこの先だ、ここ根元を持ってこれを一つ外します。そうしたらこの鎖の根元についているこの目です、これを拾って引っ張ると鎖が1個外れます。で次もこの白いところの根元に針を入れて引っ張ると外れます。また次も白い糸の下の目をもに針を入れて引っ張ると外れます。でこのように一目ずつこうして、このままピーってこれを引っ張っちゃうとダメなので、一目ずつ一目ずつ
一目外したらこれですね、次の目に針を入れて一目だけ外して、反対に来ちゃったか、よいしょ、こっちですね。でこうして一目で一目針を入れたら一目外す、針を入れて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 一目外す、でまた針を入れて一目外す、また針を入れて一目外す、でよいしょ、針をちょっと待ってください、針を入れて一目外す、針を入れて一目外す、でずっとこのように糸を移して、目を移してください。作り目の糸を全部外しました。こちらが編み始めです。そしてこうなって、こちらが編み終わりですので、これが内側になるようにして2つ折りにするので、まずこの編み始め の、 あの拾った糸の編み針を中に入れてしまいます。そして2つ折りにします。で2つ折りになりました。そしたらこちら側の目とこちら側の目を一緒にすくって編んでいくので、これが編み始めになります。奥の向こう側の編み始めになるので、この針をこちらにちょっと移動させて、でこれは邪魔なので下に入れておきます。これでこちらの目とこちらの目を一緒に編んでいくので、これは外して、でここです、1段目表目でずっと表目だけで編んでいきます。でこの目とこちらの目を一緒にすくうので、まず手前の目に針を入れて向こう側にも入れます。そして糸をかけてこちらを抜いてこちらも通して、で2つ外します。次の目もこちらに針を入れて向こうにも針を入れて糸をかけてこちらを外してこちらに入れて、ここで2本一緒に編んでいます。こちらに入れてここに向こうに入れて通してから外した方がいいかな。で外します。手前に入れて向こうに入れて糸をかけて通してこちらも通して外します。こちらに入れて向こうに入れて糸をかけて通してこちらにも通して外します。手前に入れて向こうにも入れて糸をかけて外してこちらも目も外すというか、そして外します。こちらに入れて向こうに入れて糸をかけて通してこちらも通して外します。こちらに入れて向こうに入れて糸をかけて通して通して外します。これで一周編んでいきます。
本体の1段目が編めました。これでぐるっと2つ折りになりました。この編み方なんですけれども、2目ゴム編みをしないで済むし、とてもここが、あ、これ外れていけないから、ここが自由に伸び縮みがしてかぶりやすいと思います。これがポニーテールムービーですけども、これも同じやり方で、でこの頭をつけたのがこれですけども、とてもかぶりやすいです。では2段目を編みます。2段目も黒のまま裏編みで編むので、マーカーをつけておきます。そして裏編みで普通に一周編みます。ではぐるっと編んでいきます。2段目を編みました。でもしもここで紙をこうポニーテールを出したい場合は、こんな感じに穴を開けたい場合は、こう2段目を編むときに10目ここを伏せ目にしておいて、で次に10目分巻き目をして作り目をして、で3段目で裏編みを編めば、こんな感じで穴を開けることもできます。今回は穴を開けないでいきたいと思いますので、3段目に移ります。で今度こちらのこの窓の部分の色を編んでいきます。でまずここで最初だからいいや、こうして滑り目2回なので、この挟んだまま滑り目を2回して、でこちらのオパールの糸で8目編みます。で全部で10目、滑り目2目とこれが8目で、両方で10目で一模様になります。表編みで、ごめんなさい、こちらですね、こちらの糸で1,2,3,4,5,6,7,8目編んだら、滑り目なので右から針を入れてこちらに移します。次も滑り目なので右から針を入れてこのまま移します。そしてこのこちらの糸で8目表編みをします。1,2,3,4,5,6,7,8、そしたら滑り目なので1回2回向こうにして8目表編みを編みます。1,2,3,4、あ、ごめんなさい、4,5,6,7,8、そして滑り目を2目です。そして8目、2,3,4,5,6,7,8、滑り目が2目です。で表が8,2,3,4,5,6,7,8目編んだら滑り目が2目、1,2,3,4,5,6,7,8目編んだら滑り目が2目、1、はい、一周しました。そうしましたら
次の段も滑り目2目で表目8目です。でこの編む時にこの今まで編んだ糸を一旦この黒い糸の上に乗せておきます。乗せておいて滑り目を2目します。1、2、そして編み糸で1、2、3、4、5、6、7、8編みます。で滑り目2目でまた同じように8目編んで滑り目2目で8目編んでいきます。4段目まで編みました。そしたらまたマーカーを移して同じように滑り目2目表編みを6目で編んでいきます。こちらの滑り目を2目表目を6目8目編んだらまた滑り目を2目して表目を8目編んでいきます。でずっと8段まで同じようにぐるぐると編んでいきます。8段目まで編みました。これでここの黒いところは滑り目なので編んでなくて、で次はこう8段編んであるのでこんな感じになってます。こんなで間違ってないんじゃないかと思って不安になる方がいると思いますけども大丈夫です。で次は9段目は表目で編むんですけど黒い糸です。で黒がこのこれが編み糸ですので、これをいきなりこう編むのではなくて今まで編んできたこの糸が離れてますので、この離れたこの糸を上に乗せます。そしてここでバッテンにしてこれで黒を表編みで編むとここがくっつきます。ここで合わせバッテンにしないとあの穴が開きますので気をつけてください。それで表目で1段まずぐるっと編んでいきます。9段目が編めました。次に10段目は裏編みで1周します。でこの時にこのまま裏編みを編んでしまうとここに穴が開きますので、この模様の糸を上に乗せて、それからこの黒の糸を手前に持ってきてここで挟んだ感じにして、そして裏編みを編むとここが穴が開かなくなります。それでこの状態でぐるっとちょっと割れました、ぐるっと裏編みで一周編んでいきます。10段目が編めました。これでステンドグラスの窓が1列できました。で次に11段目からはこの黒いこの縦の模様が半分ずつずれていきます。土俵にしますと3段目から4段目は初めに滑り目2目そして表目8目でしたけども、11段目からは表目5目編んで滑り目2目そして表目3目この繰り返しです。あ、ここは12ですね。後で訂正します。なので、まず表編みを5目編みます。で5目編むときにここで黒いのを上に乗せてバッテンにしておいて表を5目編みます。1、2、3、
4、5、そしたら滑り目2目なので、右針を右から入れて編まずに移します。もう一目編まずに移します。そして今度はこの3目とここの5目合わせて8目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、8目編んだら滑り目2目です。滑り目が2目、そしてまた8目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、そうするとこの黒い柱が半分ずつずれていきます。これで16目まで編みます。16段まで編みます。そうするとここからここまでで一模様で、また同じ繰り返しをするんですけど、とりあえず16段まで編みます。今11段目まで編みました。でここを次に12段目でまた続けて表編み編むんですけど、ここでこのまま続けてこう編むとここに穴が開いてしまいます。なので11段目を編んだら、この黒い糸をこの赤い糸の上に乗っけて、そして編むとこの穴が縮まります。あとここの黒との切り替えだけがそれが必要で、あと12段目編めれば16段までは黒がもうここで止まってますので、ずっとぐるぐる編んで大丈夫です。16段目まで編みました。これで1段目から16段目、これでハニカム模様が一模様になります。でこちらの8段目まで編んだところは、先ほどはここと同じようにこう隠れてましたけど、しっかり出るようになりました。で16段目まで編んだら、今度17段目まではまたここの1段目に戻って繰り返して編みます。先ほどこれが16段目までが1模様と言いましたけど、ハニカム模様ここからで、1段目から17ですね。あれ、そうじゃないか、これ間違ってます、すいません。16段目まで編んで、17段目からが2回目です。で33段目から48段目が 3回目で、49段目から64段目が4回目で、5回目は72段目まで、ここまで編んで終わりで、次に減らし目に入ります。では72段目まで編んでいきます。穴が開かないように糸をからげるのを気をつけてください。模様編みが全部編めました。先ほどこの表がちょっと間違っていまして、訂正しました。模様編みのまずここ28段ゴム編みをしてから、赤いとこから赤いとこまでが模様編みなんですけど、模様編みは1段目が表編みで120、そして2段目が裏編みで120目、そして3段目から8段目は滑り目を2目で、表編みを8目を繰り返して12回で120目です。で9段目が表編みでずっと編んで、10段目も裏編みで全部編みます。そして11段目から16段目は表を5目編んだら滑り目2目、表を3目、これが1として12回繰り返して120目です。そしてこの模様編みの部分を、ここからこう赤いところを1回目としますと、1回目が16段まで編んで、で10とこちらここ見ていただくと、17段目から32段目が2回目です。で33段目から48段目が3回目、49段目から64段目が4回目で、49から72が5回目です。でこちらでいくと、1回目がこことここで1回目、2回目、3回目、4回目で、5回目がここまでです。72段目。
そして72段目まで編んだら、今度ここから赤い線の上が減らし目です。で、減らし目はまず減らし目、表で1段黒で編みます。そして2段目裏で裏も黒で編みます。そして3段目から減らしていくんですけど、今3段目を編んだところです。黒で表で1段編んで裏で1段編みました。で、3段目は、こちらと同じように表を5目、裏に、滑り目2目、表3目を繰り返して、表5目、滑り目2目、裏3、表3目で3段目は編みました。で、4段目から減らしていきます。で、減らすときは両方一緒のがいいかしらね。表3目、表3目ですね。で、右上2目一度で、滑り目2目、そして左上2目一度、これを12回繰り返します。で、今黒がここにありますので、このままここをこうして編むとここに穴が開きますので、穴が開かないようにするために黒を上に乗せます。上に乗せた状態でこう編むと、この糸がこちらに寄りますので穴が開かないです。これで表を3目編みます。1、2、3、そしたら右上2目一度です。右上2目一度は表目を編むようにして針を入れ、右針を入れたらこちらに持ってきます。そして普通に表編みを編んで最初の目をかぶせます。これが右上2目一度です。そして滑り目を2目します。そしたら今度は左上2目一度なので、左上はこちらから普通に針を2目一緒に入れて一辺に編みます。そして表が1目ですね。表1目なんですけども、表1目なんですけど、この1目とこちらの3目を一緒に編んでいくので4目、ここ1、2、3、4目表編みます。1、2、3、4目編んだら右上2目一度なので、左から針を入れて右針に移して、次の目を表編み編んで最初の目をかぶせます。そして滑り目2目です。そして左上2目一度編んだら表を4目です。1、2、3、4、そして右上2目一度なので、左から入れて移して1目編んだらかぶせます。で、滑り目2目で左上2目一度で表編みを3目、2、3、4で右上2目一度、滑り目を2目、左上2目一度、表編みを4目、1、2、3、4で右上2目一度、滑り目を2目、左上2目一度、表編みを1、2、3、4、右上2目一度、滑り目を2目、左上2目一度、表編みを4目、右滑り目2目、左上を2目一度。そして最後に1目残ってますので1目編みます。減らし目の4段目が終わりました。そうすると5段目は増減なしで
表4目滑り目2目表2目の繰り返しです。5段目表1234目滑り目2目表2目。そしてこの段このグループの2目の後に4目なので表が6目続くように編んでいきます。でまたこちらのこの黒い糸が離れてますのでこのままこう編むとちょっとここに隙間が空くと思いますのでちょっとこちらに黒を乗せておきます。そして表2目ですね。4段目、5段目、4目、表4滑り目2、そしてここから6目ですね。で1、2、3、ちょっとここ直したので向きが変わってます。で滑り目2目、そして表が6目、1、2、3、4、5、6で滑り目が2目、で表が6目、2、3、4、5、6で滑り目が2目、表が6で1周編んでいきます。5段目が終わりました。次は6段目は表に右上2目1と滑り目に左上2目1と繰り返します。6段目表に右上2目1と滑り目に左上2目1と、これを12回です。なのでまず最初表を2目編みます。そして右上2目1と編んだら滑り目を2目、次は左上2目1と、そして2目編んで右上2目1と滑り目2目、左上2目1と、この繰り返しです。もう一回編んでおきますね。表で2目、右上2目1と滑り目を2目、左上2目1と、これで1周します。6段目が編めました。次7段目は増減なしです。表3目、滑り目2目、表1目を繰り返します。表3目、滑り目2目、表1目を繰り返して編んでいきます。まず表を3目編みます。1、2、3、そして滑り目が2目、で表1目で次3目なのでここは続けて4目編みますね。で4目編んだら滑り目が2目、滑り目が2目で表が4目、1、2、3、4、そして滑り目が2目で表が4目、1、2、3、4、これでぐるっと一周編みます。7段目が終わりました。次8段目はここでまた減らします。表1目編んだら右上2目1と滑り目2目、左上2目1と11回、で最後右上2目1と滑り目1、左上2目1ととありますけど、ここでちょっとここだけ1目というのはここが1目ですよね。でここでここと同じように右上2目1と始めちゃうと滑り目の位置が狂っちゃうんですね。なのでちょっと編んでみますか。ここで2目1とだとここに1目残っちゃうので、これをまず最初1目編んで、それからこの右上2目1と滑り目2目、左上2目1とをすると、こ
ここで右上に目地と滑り目に右上に目地とでもってこの黒いのがまっすぐ行きますのでその関係でちょっと不規則になってます。ではここでここから右上に目地とを始めます。右上を2目地と編んで滑り目を2目したら左上に目地とです。そしてまた次にここで右上に目地と右上に目地として滑り目を2目してで次に左上に目地とです。でまたここで右上に目地と滑り目に左上に目地と右上に目地と滑り目に左上に目地ととやってぐるっと編みます。そして最後なんですけれどもここはここまでは滑り目が2目なんですけど一番最後だけ滑り目1目で2目と編みます。ここを2目滑り目をしないで1目だけしてこの滑り目とこの黒糸とこれを一緒に編みます。そうするとここが滑り目1目足りないですけどここに1目ありますので合計すると48目になります。すみません、これを数えちゃダメですね。 1,2,3,4 目の12倍で48目になります。でここでもうこの糸はいりませんので切ってしまいます。糸始末の分だけ残して切ります。そしてあと黒だけで編んでいくんですけどまず9段目は4目ずつずっと編むので48目表で48目編みます。黒で編みます。48しかないのでだいぶこの40センチの輪針では編みづらくなりました。1目ずつ表編みで編んでいきます。少しずつ動かしながら編まないと編めないですね。では一周編んでいきます。9段目が終わりました。で次に10段目は裏編みで48目編むんですけどそれで48目ですのでこの針に16目ずつ3本に分けます。1,2,3,4,5,6これをこっちにやっときますね。7,8,9,10,11,12,13,14,15,16そしたら別の針に1,2,3,4,10,15,16これで三角形になりました。そしたら今度これをやっても取れ落っこっちゃいますのでこの編み終わりのところにステッチマーカーをつけておきます。そしてここから裏編みで編んでいきます。裏編みですので糸を手前にしておいてもう一本の棒針で裏を編んで全部裏編みでぐるぐると一周編みます。10段目が終わりました。で11段目は
表に左上イメージと12回です。11段目表に左上イメージと表に左上イメージと、これを繰り返します。ですので表編みを2目編んだら左上なので左上2目一度と、そして表編みを2目編んで左上ちょっときつくなりますから広げてから左上2目一度で、表編みを2目編んだらこうやろうとするとねちょっと編みづらいですので隙間を開けて2目一度で、表を2目編んだらちょっとここで隙間を開けてあげて2目一度編んで、そしたらこれ回してで、またここからこことここの間が開かないように気をつけながら、5段んだ時に1目編んだ時にちょっとこちらに引っ張るようにして2目編んで左上2目1と、そしてまた表に左上2目1と、表に左上2目1と、表に左上イメージとを編んでいきます。11段目が終わりました。次12段目は裏編みで、全部裏編みです。裏編み3目かける12回で36目になります。ですので編み糸をこちらに持ってきて裏編みでずっとぐるっと一周します。12段目が編めました。先ほどここにステッチマーカーつけたんですけど、これがないとぐるぐる編んでるうちにどこまで編んだか忘れてしまうと思いますので、ステッチマーカーがない場合は糸印でも何でもつけておいた方がいいと思います。そして13段目は今度は表1、2目1度を繰り返します。なのでここで表を1目編んだら左上2目1と、表が1、左上2目1と、表1、左上2目1と、表1、左上2目1とで一周します。13段目が編めました。次は裏編みで、裏編みで14段目は24目ですね。2468目ずつ3本残ってますので24目裏編みで編みます。14段目が終わりました。で次は15段目は表編みで2目一度をぐるっと編みます。15段目2目一度12回です。で12目にします。ここから2目一度で全部2目一度で一周します。15段目が編めました。次16段目は裏編みで一周します。16段目が編めました。いよいよ最終段です。残った12目を2目ずつ2目1と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 で6目にします。17段目が終わりました。こちらの図にここ2目1となっててここがありませんけど、ここの目とここの目を合わせて2目1となのでありません。でここは最初ここのこちら側と2目1となので書いてないですけども、左上2目1と6回で6目になりました。そしたら糸始末をするんですけど、糸を切って針に糸を通します。そしたらこの目に2回ずつ通したいので、まず初めは2目に針を入れます。そして隣のところに2目に針を入れます。
で3本目針を入れて抜きます。これで1周しました。で2周目からはこれ針入れたら抜いちゃっていいです。棒針はで次の目に針を入れて抜いちゃいます。で次の目に2目針入れたら抜いてしまいます。でこれで引っ張ると穴が縮まります。もうこれはいらないので外します。そしてここがちょっと緩くなると嫌なのでちょっと引っ張っておいて、なおかつちょっとしっかりとさせておきたいので少し縫っておきます。でしっかりしたらこの真ん中に針を入れて裏に針を出します。そしたらちょっとすくって少しすくってぐるぐると巻いて留めます。そしたらあとは適当なところにちょっと潜らせておいて、心配ならもうちょっと潜らせておいて、これで糸を切ります。あとここは後で糸始末しますけど、こんな感じに出来上がりました。でこれを今ちょっとくしゃくしゃしてますけども、アイロンをかけるとこのような状態になります。とてもなんか編んでいても本当にステンドグラスを見ているようで綺麗なのでとても楽しいです。ぜひ編んでみてください。以上です。お疲れ様でした。